こんばんは、未来です。夜も更けてきましたが、皆さんいかがお過ごしですか？ところで皆さん、ポルターガイストって知ってますか？そうそう、なんもしてないのに熱々のお椀が勝手に動いていく、あれです。ずーって、あ、今冷房消したでしょ。そんな怖い話聞くだけで気温下がるもんね。じゃあ早速だけど、今日は怖い話ぶちまけていくわね。急に停電になったりするくらい怖い話だから。子供とビビリな人は、あらかじめ電気消して、音量ゼロにして、先に寝ておいてよね。あれは忘れもしない。雲一つない、絶好の星空の日のこと。その日はいつも通りの午前2時。マンションの屋上に天体望遠鏡を担いでったの。月を見て、星を見て、そっからゆっくりと視点を下に下ろしていって、見えないものを見ようとして、次に、一人暮らしの男の部屋を覗いて、男が四つん這いのポーズになってることを確認してから、静寂を切り裂いた街の景色にレンズを傾けていったわ。遠くに見える大きな大仏とか、酔っ払った女性を拾って、近所の坂道を登っていくプロレスラーとか、話題の焼肉屋に禁欲って書いたプラカードを持って並んでるお坊さんなんかを見て、妙に不思議な気持ちになってた。私の家の西側には長い坂道があって、それがまっすぐ私の家の方に下ってくる。だから屋上から西に目をやれば、その坂道全体を正面から視界に収めることができるようになってるわけ。その坂道の脇に設置されてる自動販売機を望遠鏡で見ながら、あ、大きな関取、やっぱり自販機で2リットルのおでん缶買うんだ、なんて思ってたら、坂道の一番上の方からものすっごい勢いで下ってくるおっさんがいたの。運命の人かもと思って望遠鏡を覗き込んだ。裸にトレンチコートのおっさんが満面の笑みを浮かべながら、こっちに手を振りながら、ほうき星を探して猛スピードで走ってくる。やっぱり運命の人だって直感的に思ったよね。だって私と目の合いっぱなしでこちらに猛ダッシュで、夏なのにトレンチコート。ちょっとの間あっけに取られて呆然と眺めてたけど、気づいたら完全によだれ垂れてました。なんかすごくやばい声に落ちそうだったんで、急に恥ずかしくなっちゃって急いで階段降りて部屋中に逃げ込んだの。ドア閉めて鍵かけて、うわ、どうしようどうしよう、なんだよあのおっさん、夢に出てきそうなくらい私のタイプじゃないか、しかも私に一直線に向かってくる、完全ズボってるって混乱してたら、ズダダ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 ーって屋上への階段を登る音がした。明らかに白馬に乗ったおっさんが、死んでてら死んでないか、死んでてら心筋梗塞、心配な、心電図、死んでないかって安否確認に来てるじゃない？すごいやばいことになっちゃったよ。どうしよう、マジで。この気持ち何これ？って心の中でつぶやきながら、声を潜めて、物音立てないように、意地悪な姉たちに言われた通りに、掃除を再開してたの。でね、しばらくしたら、今度は階段を、ズダダダダダダって、降りる音。そしたら感覚を置いて、どんどんと近づいてくるピンポン連打の音。おかしいな、変だな、やだなやだなと思った次の瞬間、男の声が聞こえてくるの。このガラスの靴に足突っ込んでみてくれませんか。やっぱりおっさんの声、絶対に私に会いに来てる、確実に。そしてついにその時が来たの。私の部屋にピンポンの雨あられ、それはギネスで1分間にピンポンをした数って項目があったら、絶対に世界一をマークしてたやつ。もちろん私が承認よ。掃除の忙しさにかまけて、きっと2時間は経ったんじゃないかな。それでも迫り来るピンポンの雨。やっぱり私は、運命の出会いの前に、ひれ伏すしかなかったの。ついに私は開けたわ、運命のドアを。そこには紛れもなく、私に一直線で坂を降りてきたおっさんが立ってたの。トレンチコートで、夏なのに。衣服は乱れ、頭は這い上がり、
充満する加齢臭。理想の二次元彼氏と完全一致。臭い、好き、でも臭い。交互にやってくる不快感と快感。想定内だけど、少女漫画のセオリー通り、ドキドキが止まらなかったわ。高橋名人を沸騰させる連打の指は、すでに原形をとどめないほど真っ赤だった。タコができるどころか、もう血だらけのタコさんだった。確実にその思いだけを嗅ずに、お茶碗三杯はいけたわ。彼ももちろんそこで、お決まりのセリフを吐いたの。このガラスの靴に足を突っ込んでみてくれませんかって。私は、実家の両親の顔を思い出しながら、嫁入りを覚悟したわ。ぴったり。その瞬間、私はおっさんに唇を奪われたまま、同時にプロポーズを受けることを覚悟した。でもおっさんは、すぐに私からガラスの靴を脱がせて、その靴の匂いをクンクンと嗅ぎながら、全力で逃げたの。なんてシャイなの。そのおっさんのギャップ萌えに、人生の覚悟が決まった私は必死で追いかけたわ。この恋、逃がしてなるものか。おっさんはエレベーターで先に、私は階段で後を追いかけたわ。でも1階まで降り切った時にはもう誰もいなかったの。マンションの前に一着のトレンチコートと片方のガラスの靴を残して、夜風で風邪ひかないかすっごく心配になって、夜眠れなくて朝起きれなかったの。全裸姿であの西の坂を全力坂してたところを現行犯逮捕だって。逮捕時にはガラスの靴を履いてたそうよ。そう、全裸のおっさんはシンデレラだった。シンデレラはその時たまたま夏日で全裸だったの。本物のシンデレラに恋しちゃうなんて、私ってほんと変態よね。でも変態で正解ね。だって私たちがここに今生きてる理由は、この世のお父さんとお母さんが変態だったから以外の何者でもないの。だから今耳元で聞いてるあなたも、自分が変態であることにもっと自信を持っていいの。大丈夫。隠すことなんてない。変態は健全。変態は健康。たまに現行犯。今日もたまたま夏日だけど、逮捕だけは気をつけてよね。変態は生命の根源。変態は地球の真理。でもそんな切ない経験をして実感したわ。運命の出会いは矢のごとし。そして運命の別れはガラスの靴のことしってね。恋に溺れるって。本当に怖いわね。でもやめられないのも恋。みんなも好きな人がいるなら、自分に正直に、全力で追いかけなきゃダメよ。今日も最後まで聞いてくれてありがとう。子供のみんなはボリュームをゼロにして聞いてくれてありがとう。それじゃあ明日は、西の坂をガラスの靴で全力坂よ。バイバーイ。